胴体保存された軽便鉄道、ラス知人鉄道協会とは、成田夢牧場牧場線を拠点に軽便鉄道の胴体保存などを行っている鉄道ファンのグループである。名称は、宮沢賢治が農民の生活改善を目的に設立したラス知人協会に由来する。成田夢牧場の敷地内に牧場線として線路、ターンテーブル、機関庫などを有し、 通常はディーゼル機関車の運転を年に数回動体保存された蒸気機関車を走行させるなどして牧場の観光に一役買っている。会員は30名ほどで、その一部は多くの国家試験や豊富な機械加工の経験があり、一般的には難しいとされている蒸気機関車の動体保存の実現に役立っている。1973年発足、昭和50年代は、 新潟県糸井川市の東洋活性白土の協力を得て、同社の専用船で、胴体保存運動を行っていた。1981年には、神戸ポートアイランド博覧会に2両の蒸気機関車を貸し出して、会場内で運行したが、返却時の整備状態をめぐって、博覧会協会側と見解が対立し、民事訴訟を起こしたが、最終的に敗訴した。 1982年に東洋活性白土が解散すると専用船も廃止されたため、胴体保存運動は一時中断する。その後1984年には小田急課長山脈にて11号機、マフボッターの運行を開始したが、開始から7年後に終了している。1993年に千葉県成田市の成田夢牧場にて胴体保存運動を開始。 その際、全国に散らばっていた車両などが一斉に搬入される。2004年に公開したスタジオジブリの映画、ハウルの動く城にて劇中に使われる蒸気機関車の音やダルマ式典鉄器の音を収録するために取材を受けた。スタッフクレジット内の協力の欄に当グループが記載されている。2005年8月19日20日21日の東京ビッグサイトで開催された第6回。 国際鉄道模型コンベンションに参加した。屋外展示場に仮設した線路上11号機と元立山砂防軌道の貨車で体験乗車を行った。2006年7月25日には宇宙作家クラブ霊界で笹本祐一、山北敦志、野尻宝介、浅利義とらが来場、蒸気機関の説明を受けた。2007年には大鉄道博覧会に展示された。 糸井川2号機の整備も担当した。2008年10月2日3日の両日には、日本鉄道保存協会の総会に参加。10月12日には、NHK デジタル BS- マイナスに、熱中時間、鉄分補給スペシャル3に、鉄道ファンとして、スタジオ出演した。2011年6月16日には、木造客車の元い傘鉄道のほハに、ほはこが、 西部へに遊園地から搬入された。2015年12月26日27日に東京芸術劇場及び池袋西口公園にて開催された池袋鉄道模型芸術祭に参加。11号機と鍋とろを池袋西口公園に仮設した線路上を展示走行した。2016年1月24日に八輪ランプを鉄道車両に改造した。 採石散布車が導入された。2017年3月25日26日に第2回池袋鉄道模型芸術祭に参加。11号機と元立山砂防機動の一車を池袋西口公園に仮設した線路上を展示走行及び体験乗車を行った。2018年5月に同グループによって制作した蒸気機関車である7号機の運行が開始された。 2018年8月17日18日19日に東京ビッグサイトで開催された第19回国際鉄道模型コンベンションに13年ぶりに参加した。7号機と元立山砂防機動の一車を会場内に仮設した約50メートルの線路上で体験乗車を行った。建物内は夏季現金であるために圧縮空気で動かした。 2019年8月16日17日18日に東京ビッグサイトで開催された第20回国際鉄道模型コンベンションに参加した11号機とナベトロを改造した客車を会場内に仮設した約50メートルの線路上で体験乗車及び体験運転を行った2019年9月9日に上陸した例は元年暴走半島台風によって 線路内への倒木や鍋トロがひっくり返るなどの被害を受け、また成田夢牧場自体も停電のため営業を休止したため全線で運休をした。2019年9月14日に成田夢牧場の再開に合わせ全線で運転を再開した。2020年5月3日4日5日に予定されていた糸井川時代から続くゴールデンウィークの蒸気機関車による運転会が 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言によって、ナルタ梅牧場の救援が決まったため中止となった。2020年5月17日に NHK 衛星放送テレビジョンで放送されたクールジャパン発掘。かっこいい日本にて、当グループが出演した。2020年6月6日に TBS で放送された ASTEP にて、 当グループが放送された。2020年12月5日に、元イカサ鉄道の保箱が営業運行を開始した。11号機、マフポッター加藤製作所5号機乗機機関車、ディーゼル機関車その他、ありがとうございます。